ハイランド軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2321人であり、2000年の2536人から8.5%減少した。軍庁所在地はモントレー町であり、同軍で唯一の法人化町でもある。バージニアのリトルスイスとも呼ばれ、州内でも 最も人口の少ない軍である。ハイランド軍はミシシッピガーイ島で最も人口が少なく最も平均標高が高い軍の一つだと自称している。バージニア植民地の中でハイランド軍となった地域のヨーロッパ人による開拓は1745年頃に始まった。海岸地域、さらにピードモント大地やシェナンドーバレーの西にあり、 ブルーリッジ山脈の向こうにある。初期の開拓者は、そのような険しい地形を越えるのではなく、メリーランド州やペンシルベニア州からポトマック川を渡り、渓谷をたどって南に下ってきた。多くのものは、グレートワゴン道路、別名バレーパイクをたどった。現在のハイランド軍北部にある山岳部を越えて、ドイツ系移民が入るようになったので、スコットランドアイルランド系の移民は、 南の地域に入った。バージニアと他の12植民地がアメリカ独立戦争の後でイギリスからの独立を勝ち取った後でもこの地域は人口が少ないままだった。1840年代この地域を通って歴史的なスタントン・パーカーズバーグターンパイクが建設された。クラウニウス・クロゼットが設計し山岳部を抜けたその道はバージニア州公共事業局が 部分的に資金を出した有料道路だった。このターンパイクはシェ南道バレー上流とオハヨ川をつなぐ重要なルートだった。ハイランド軍は1847年にバス軍と現在はウェストバージニア州のペンドルトン軍の一部を合わせて設立された。軍名はその標高の高さから名付けられた。南北戦争の時スタントン・パーカーズバーグターンパイクの支配が重要に なった。若い兵士が故郷に送った手紙などから見ると、北軍も南軍も高度の高いこの道沿いに陣地を占めた1861年の冬は大変なものだった。ストーンウォール・ジャクソンのシェナンドをバレー方面作戦で、南軍が初めて勝利したマクドウェルの戦いは、1862年5月8日にマクドウェルの町で起こった。20世紀。 このターンパイクはアメリカ国道2 5 5線に指定された。21世紀も軍内を通ってウェストバージニア州に入る東西方向の幹線道であり、国定シーニックバイワへとなっている。ハイランド軍内にはジェームズ川とポトマック川南支流の水源があり、他にもこの2つの川の小さな支流が多い。アパラチア山脈のリッチバレー地域の中にあり、 北東から南西に伸びる尾根と谷が交互に繰り返されている。この中で最高地点が群内にある。その結果、二つの流れがこの地域に発している。一つは南西に流れてジェームズ川となり、もう一つはほどない距離で北東に発し、その北東のポトマック川南支流に流れる。カウパスチャー川、ブルパスチャー川、ジャクソン川が発して南東に流れている。 ブルパスチャー側は、バス軍でカウパスチャー側と合流し、ボトトート軍でジャクソン側と合流してジェームズ側となる。ポトマック川南支流サウスフォークとポトマック、川南支流が軍内に発して、北東のウェストバージニア州ペンドルトン軍に流れる。さらにローレルフォークとストレートフォークが発して合流し、ポトマック川南支流ノースフォークとなって、宗教を越え、ペンドルトン軍に入る。 この二つのフォークが合流して、ポトマック川南支流となり、ウェストバージニア州ハンプシャー郡で、南支流と北支流が合流してポトマック川となる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は416平方マイルであり、すべて陸地である。ハイランド郡は四つの監督地区に分割されている。ブルーグラス、モントレー、ハイタウン、マクドウェルの 各地区である。軍の近くに、週刊高速道路はない。東西方向の週刊高速道路64号線と、南北方向の道81号線は、隣接するオーガスタ軍を通っている。軍内を3本の主要国道と集道が走っている。主要道とは、比較的連続的に交通量が多く、平均走行距離が長く、運行速度が速く、移動性の重要なものである。 修道はバージニア州交通省が維持している。軍内には二級修道の総延長が213マイル以上ある。1932年のバード道路法で建設されたのでバージニア州交通省が管理している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハイランド軍は険しい山岳と谷があるのでバージニアのリトルスイスとも呼ばれている。 ハイランド軍博物館歴史遺産センターがマクドウェルにあり、ハイランド歴史協会が運営している。展示されているのは、軍の歴史と南北戦争中、マクドウェルの戦いに関するものである。ストーンウォール、ジャクソン将軍の有名なバレー方面作戦では、この戦闘での勝利で、南軍の進攻を助けた。また1862年にできた。 ウェストバージニア州との宗教を決めることになった。ハイランド軍会で祭りは1958年から毎年3月に開催され、メープルシロップ作りを奨励している。毎年8月には、マウンテンママロードバイクチャレンジが開かれ、軍内の険しい山道に挑戦する自転車愛好家が全国から集まる。8月最終週と9月第1週の週末は、ハイランド高校背後にある。 祭事広場で軍祭が開催される、州内でも最も長く続いている祭りである。ありがとうございます。